注意事項だよ。問題はないかな？それじゃあ、ゆっくりしていってね。あなたにお仕置きをします。理由はわかっていますね。死ぬまで借りるだけなどとのたまえ、盗みを働こうとしたからです。おいおい、今回は未遂だぜ。他者のものを着服しようという思考そのものを咎めているのです。やれやれ、よりにもよってお前に捕まるとはな。うへぇ。そんなに残念そうな顔をしないでください。お仕置きと言ってもただの折檻ではなく、きちんとあなたのためになることですよ。どうせ筋トレだろ？臓器の位置関係がめちゃくちゃになる程度の筋トレと骨格のあり方がはちゃめちゃになる程度の筋トレ。どちらがお好みですか？正体表したな脳筋そう嫁。なぜそんなに筋トレを嫌うのですか？身体強化魔法は自の身体能力が高ければ高いほど効果が飛躍的に上昇します。筋トレは実質魔法の強化なんですよ。確かに火力が上がるのはパワーだけどよ。私は身体強化なんてよっぽど使わないっての。残念、あなたならきっとガンガン行く魔法使いとして耐性できるのに。ですが、望まれぬ筋肉を生み出してはいけません。ここは別のお仕置きを用意しましょう。ああ、ついてないんだぜ。お盆でもお彼岸でもないってのに墓掃除、それもここにあるもん全部ときた。まあ、変に抵抗してもっときつい罰を当てがわれてもやだし、ちゃちゃっとやって、しれっと帰るか。なあ、空がご主人と同じ色だぞ。すっごい青いんだぞ。あいつは確か、青色弱仙人がたまに操ってるキョンシーか？用がない時は土に返してるって聞いたが。おう、そこにいるのはクソガキ魔法使いじゃないか。久しぶりなんだぞ。おう、久しぶりなんだぜ。こんなとこで何してんだお前。ご主人がなぁ、なんか力仕事がぁ。ああ、なんだっけ？おう、そこにいるのはクソガキ魔法使いじゃないか。久しぶりなんだぞ。無限ループする気か？そういえばこいつ、脳みそが少し腐ってて記憶力に何ありなんだっけか。私の脳みそが腐ってるだぷー。まあゾンビだもんなぁ。そういう日もあるよなぁ。だから私はお腹が空いたんだぞ。スパムスパムスパム。ガハハの歯。おうおう、相変わらず死人とは思えない元気だぜ。あれ？そういえばご主人はどこだ？確かなぁ、昔着てた服のファスナーが上がらないとかで。私のキョンシー的怪力でそれを解決するとか言い出して。何してんだあの邪線。そんでなぁ、私はご主人の服のなぁ、背中のファスナーを掴んで思いっきり引っ張り上げてなぁ。ご主人は雲の向こうまでビューンってぶっ飛んでったんだぞ。なるほど、だから空が青いのか。あの邪線、どこまでぶん投げられたんだろうな。月は今日も平和だねー、そだねー。うわー通過大丈夫かよ。キョンシーって割と手入れがいるんだろ。術師兼ご主人様が失踪ってのは一大事なんじゃないのか。そうだな、札の張り替えとかこまめにやんなきゃダメだぞって言ってたな。ふと気になったんだが、お前のその札を引っぺがすとどうなるんだ。キョンシーってのは死体に札を貼って動かすもんなんだろ。札が剥がれたら普通に動けなくなるのか。もしかして暴走したりとかするのか。知らーん。ご主人が札を貼り替えるとき、私は寝てるからな。でも絶対に自分で剥がしちゃダメだって言われてるんだぞ。他の人にも触らせちゃダメだって。なるほど、なるほどな、なるほどなんだぜ、そいつはよ。なんだなんだ、何をニヤニヤしてるんだ。いやさいやさ、ダメって言われるとやりたくなるのは人の差がではないでしょうかって話なんだよ。ズバリ、今から私はお前のその札を剥がすんだぜ。な、ダメなんだぞ、ご主人がダメって言ってたから絶対にダメなんだぞ。かあ、あたいこと言いなさんなって。やめろやー。こんなんもう剥がせって言われてるようなもんじゃん。いややめろっつってんだぞ。人が嫌がることすんじゃねえよクソガキ。え、あ、おう、ごめんだぜ。許す。なんてな、やめろと言われてやめるクソガキはいないんだぜ。ゴーンのクソガキだよ。その札、死ぬまで借りてくのぜ。おう、案外サクッと剥がれたな。まったく、いつの世もやや子はいたずら好きじゃな。おう、なんか雰囲気が変わったな。気は済んだか？であればその札、返してくれんか。つうか、札がなくても普通に動けるのかよ。マジで何も知らんで剥がしたのじゃな。本当に暴走でもしたらどうするつもりだったのやら。キョンシーの札というのは動力源ではない。単なる制御装置だ。なくても動きはするぞ。蘇生術で蘇生させた素体の自我を封じ込め、術師の言葉を無垢に受け入れる傀儡にする。それがその札の機能。ついでに札に記したやることリストに沿って動かすこともできる。いわゆるプログラムというやつじゃな。おいおい、それ洗脳って言うんじゃ。うえぇ、実は結構えげつないやつじゃねえかこれ。あの邪線、涼しい顔してマジでとんでもないのな。ふ、まあそう言ってやるな。何も考えんでいい傀儡生活というのはそれほど悪くない。いやいやいや、お前この札がついてる時の自分がどんなんだったか覚えてないのか。愚者は下等で、賢ければ上等か。考え方もややこ相応じゃな。この世で上等なのは生きることを楽しめているものさ。頭の出来はさほど問題ではない。笑って死ねれば勝ち組。死してなお笑っているわしは優勝じゃ。上等上等、素晴らしかろう。さては語彙が増えただけでノリはそれほど変わってないな。さあな、ほれ、さっさと札を返しておくれ。マジでいいのかよ。
ああ、言わんとしていることは大方察せられる。さて、腹水盆に帰らずとはどこの仙人が説いた話だったか。一度こぼれた水は器に戻すことなどできぬ、この世の秩序じゃな。なればこぼれた水に執着する謎バカバカしい。さっさと器を拾い、新たな水を汲みに行くがよし。人としてのわしは壊れたが、キョンシーという新たな水を得た。人に戻ろうと無駄にあがくより、キョンシーとしてじゃ禅の悪だくみに加担する方が楽しかろ。ははは、私も大概だろうが、お前も相当いい根性してるぜ。確かに、あの邪仙はとびきりのろくでなしだが、その分一緒にやんちゃするのは楽しそうだ。わかっているではないか。伊達にクソガキと呼ばれていない。お前も死んだらあの邪仙の世話になるといい。ああ、だが早死にはするなよ。死ぬのは必要じゃが、あれはあまりいいものではない。特に毒で死ぬのはダメだな。知っているか、毒って死ぬほどまずいんだぞ。死ぬほど、か。起き上がった死体に言われちゃ説得力がえげつないな。経験者は語る、だ。ほんと死人とは思えない語りっぷりだよ。死人に口なしと言い出したのは生きるものじゃからな。おっと、厄介なのが来た。楽しい雑談もここまでじゃな。厄介なの？随分、おしゃべりが盛況のようですね。あっと、おいおい、早がてんは良くない。私はサボってたわけじゃない。珍しい奴がいたから事情を聞いていただけで。事情を聞くついでに嫌がるキョンシーさんから無理やり札を剥がすのは人としてどうなんでしょうね。あはは、最初から見てた感じですか。はい。終わった。いえいえ、これから始めるんですよ。もう一段階上のお仕置きを。キョンシーになっちゃう。確か、こういう時にかける言葉は、ああ、思い出した。安心しろ、骨は拾って仲間にしてやる。せめて骨になる前に拾ってくれよ。やあ、解説担当のカッパだよ。茶番劇で学ぶ世界のことわざ。茶番劇部分は楽しんでもらえたかな。今回のピックアップことわざはこちら。どんくらいオーバースピルエットミルク。直訳するとこぼれたミルクに泣くな。こぼれたミルクをコップに戻すなんて無理なんだから、それを嘆いてたって意味がない。仕方ないって話だね。人によっては腹水盆に帰らずや後悔先に立たず、過去のやらかしは取り返せない的な解釈をするらしいけど、過去のやらかしは取り返せない、だから嘆いてないで次に行かせって解釈が好きかな。こぼれちゃったミルクはさっさと拭いて、新しいミルクを入れてこようね。ふう、おやつたかりの旅、午前の部の収穫はなかなかだったな。一旦家に戻って、一息ついたら近所の人形使いんとこで昼飯をたかるとするぜ。ん？うちの前に誰かいる？おお、そこにいるのはクソガキ魔法使いじゃないか。久しぶりなんだぞ。お前は青色じゃせんとこのキョンシー？久しぶりって、ついこの前寺の墓場で会ったばっかだろ。ほとほと記憶力に何ありだぜ。つうか、なんでお前が私ん家の前にいるんだ？確かにこの森は鬱蒼としちゃいるが、さすがに墓場と間違うほど陰気じゃないはずだぜ。んとな、ご主人がな、ちょいと野暮用があるって私を連れ出してだな。あ、なんだっけ？おお、そこにいるのはクソガキ魔法使いじゃないか。久しぶりなんだぞ。まあたこのパターンか。今のお前で話が進まないんだぜ。お前さんな、キョンシーの札とは、そう気軽に剥がして良いものではないんだぞ。おう、悪いな。札がついてる状態じゃ容量を得なかったもんでよ。キョンシーの札は傀儡下の呪い、蘇生させた死体の知性を著しく制限することで、術師の指示を純粋無垢に受け入れられるようにする代物。札を剥がして傀儡下の呪いを解き、会話が成立する状態に戻す判断は間違っていない。そうだろそうだろ。だからそんなツンケンすんなって。だがしかし、前に話したゲロガイ。わしは何も考えんでいい傀儡生活が気に入っているのだと。今の気分を例えるなら、川の流れにたゆたいくつろいでいたのに、髪をひっつかまれて岸に上げられた気分じゃ。ごめんごめんって、次からはちゃんと前置きしてから剥がすよ。剥がすなっちゅうの。次剥がしたらお前あれだぞ。マジ神してゾン友にするからな。ゾン友ってなんだよ。ゾンビ友達、通称強制ずっともじゃな。腐れ縁かっこ物理というやつじゃ。一緒に腐敗臭対策を考える青春ぞ。おっとマジは、キクリンに似たようなのがいたじゃろ。永遠の友情は美しかろ。獅子仏と肉片まみれの友情だぜあれ。綺麗だしうまそうじゃないか。そうだったわこいつ、人肉もいけるゾンビだったわ。で、そろそろ話を戻すが、わしがここにいる理由を聞いていたな。引きずり出された以上は仕方ない。答えてやる。簡単に言えば、わしは代替品じゃ。代替品って、何のだよ。まず、あれを見ろ。なんだなんだ？うぐ、私の家の壁になんかぽっかり風穴が、あの綺麗にくり抜いたような大穴は、お前のご主人様の仕業か。うむ、あの青色じゃ線の使う、壁をすり抜けられる程度の能力で開けられた穴だぞ。まあ、あれはそのうち勝手に塞がる。穴については騒ぐことでもない。いや一時的でも我が家に風穴通されたら騒ぎたくもなるだろ？って、待つんだぜ。今の言い回しはなんだ？穴については、
て、まるで他に騒ぐべきことがあるような言い方じゃないか。質問に質問で返すのもなんじゃが、一つ聞かせてもらうぞ。お前が他人の家に穴を開けるとしたら、何をするときだ？何かしらを盗む、何かを死ぬまで借りてくとき。知っておったが本当にいい性格をしているなお前。ってことはなんだ、まさかあんのじゃせん？私ん家から何か持って行きやがったのか？魔導書をいくつか、な。はぁ？なんで仙人が魔導書なんて持ってくんだよ？詳しくは聞いていないが、大方、地獄の連中に対抗するためだろうな。ああ、仙人は不当に寿命を伸ばして現世に留まってるから、地獄の連中がその魂を回収しに来るってあれか。あの邪仙は力のある仙人じゃが、地獄の鬼神長だのと正面からやり合うほど脳筋ではない。死体と違って、絡めて焼き臭奇策はいくらあっても腐らんじゃろう。なるほどな、地獄の連中もまさか仙人が魔法を使うとは思わないだろうし、まさに奇策ってか。で、代替品ってことはなんだ？魔導書を借りてる間、担保代わりにお前を置いていくってことか？札を剥がされるのを想定していたかは知らんが、ことづても預かっている。私一押しの可愛い可愛いキョンシーを貸してあげます。たっぷりめでていいですよ。あ、でもあんまり乱暴に扱うのはやめてくださいね。この子はたとえぐちゃぐちゃになってたってめちゃんこ可愛いですけど、やっぱり人の形をしている方が色々使いやすいですし。ザ・邪仙って感じだな本当。わし、というか死体への愛着は確かなんじゃろうが、愛し方がいびつな節はあるな。つうか魔法に興味があるんなら、こんなぬすっとみたいな真似しなくてもよ。茶とかしさえ用意してくれや、基礎くらいは私が教えてやるってのに。それとも、私みたいな小娘に教えをこうなんて、仙人様が思いつきもしないって感じかねえ？ははは、は、案外世話好きじゃなお前。あの邪仙は家紋を恥じるような柄ではないが、人厄介な性質でな。万事において、他者を利用することはあっても信用して頼ることはしない。自分が他者を騙して生きてきたものだから、他者も自分と同じで腹積もりありと決めつけてかかる。平気で嘘をつける者をよく知っているがゆえに、常に疑心暗鬼にならざるを得ない。盗人の目には人が皆盗人に見えるというやつだ。死体好きも、死体を無垢な傀儡にするのも、決して自分を裏切らぬ存在を求めているのじゃろう。あの邪仙、大抵涼しい顔をしているが、面の皮一枚下は相当こじらせているぞ。だから相手が召したかどうかなんて関係なく、誰かに教えをこうなんて発想がないってことか。そういうことじゃな。奴の世話をするなぞ。面倒気はあまりないだろうが。見ている分には面白そうだ。やるだけやってみろ。任せとけ。伊達に飯やおやつをたかって回ってないさ。誰かに取り入るのは得意だぜ。相手を垂らし込む程度の能力、なんつってな。ははははは、それで手癖が悪いとか厄介極まりないなお前。さて、話は済んだじゃろ。札を返しておくれ。おう、無理やり呼びつけるような真似して悪かったな。また何かあったら頼むんだぜ。そういうところだぞお前。やれやれ、これだからややこは。あれれ、私はなんでこんなところにいるんだ？なんか知らんがお腹が空いたんだぞ。ははは、ほんと元気な死体だぜ。私もそろそろ腹が鳴く頃だ。ここは一丁、一緒に昼飯をたかりに行こうぜ。おおう、突撃誰かが昼ご飯だぞ。誰かの、な、ゾンビが言うと笑えないんだぜ。ふむふむ、なるほどなるほど。あの魔法使いさんのお家から拝借した本、どれもなかなか興味深いわ。よし、決めました。今夜はキノコ鍋にしましょう。借りた本の8割が魔導書っぽい想定のキノコレシピ本だった。やあ、解説担当のカッパだよ。茶番劇で学ぶ世界のことわざ。茶番劇部分は楽しんでもらえたかな？今回のピックアップことわざはこちら。盗人が盗人に盗まれる。盗人は盗みの術を知っているわけだから、それを警戒することができる。防犯のプロなわけだけど、それでも別の盗人に盗まれてしまう。上には上がいるという話だね。奪う側が奪われる側になることもある。同じように、与えることがあれば与えられることもある。大タコに教えられて浅瀬を渡る。ってことわざがあってね。大人は子供を助ける。子供は大人に助けられるってのが世間一般様のイメージだろうけど。大人に背負ってもらった子供は、その高い視点から大人に安全な道を教えることができる。奪うだけじゃない。奪われるだけじゃない。助けるだけじゃない。助けられるだけじゃない。人間を弟子にして導く立場の仙人様が、魔法使いの人間に弟子入りして魔法の導きを受ける。ちょっとすっとんきょうな話だけど、そういうシチュエーションもありなんじゃないかな。善意を信用できないって言うなら、夕飯のキノコ鍋でキノコ好きな魔法使いと取引してみたら、ふふふ、疑心暗鬼の邪仙が世話好き魔法使いにほだされて陥落するとか、はかどるシチュだよねー。チームだねー、どっかで宴会やってないかな。なんだか向こうでやかましくしてるね、沢の方。ってことは、カッパがまた何かやってんのか。どれどれ、ちょいとちょっかいでもかけてやるか。
このわからずやめ、これだから森に逃げた猿は嫌なんだ。こっちのセリフだよ機関棒め、これだから川かりくかどっちつかずの妖精類は。なんだと、やんのか？嫌だね、あんたと争ってもデメリットしかない。あやや、カッパと山わろが喧嘩してらー、さながら姉妹喧嘩かね。誰が姉妹だ？せ、うわ、姉さんじゃんか。妖怪の山に戻ってたんですね。うん、まあ暇を持て余しててね。だから暇つぶしだ。何をそんなにわめいてんのか、聞かせてみな。ちょうどいいや、姉さんの判断は合おう。あのねえ、いくら姉さんがすごい鬼でも、ビジネスの分野じゃ遠しろだ。たとえ姉さんがあんたを支持しようと、私は一切譲るつもりはないよ。へえ、山わろごときが鬼の意見でも突っぱねると宣言するなんてね。なおさら何の話か気になるよ。私の意見を聞く聞かないは置いといて、そっちの話は聞かせてもらおうか。それくらいは譲っておくれよ。カッパと山わろで新商品を開発したんです。そのプロモーション、売り出し方の方向性で揉めていました。カッパは職工、技術屋としては非常に優秀ですが、営業や広告、ビジネス戦略については論外。そちらは我々山わろの畑。だーというのにこの技術バカ、ギャーラーと口を挟んできて。広告等にうちのアイドルを使ってくれって頼んでるだけじゃないか。漫才楽はその愛嬌が最大の売り、女性と子供人気が中心だ。若年層向けの広告には最適だが、今回の商品の購買を訴求する層と噛み合っていない。カッパ山わろ共同プロジェクトにして今世紀最大の出来、ボンジョレキュウリ酒は高級志向の果実酒だよ。え、新商品って酒なのかい？はい。シチューが生み出すそれにも劣らないと胸を張って言える、そんな美酒です。酒の質と格を正しく理解できる層に訴求したいところ、ですが、そんな舌を持つ者は限られる。少数を狙ったブランディングでは採算など取りようがない。よって最もアプローチすべきは、ファッション需要、ハイブランドな酒というイメージを一般化し、その銘柄をアイインする行為に付加価値を持たせる。プロモは高級感を前面に押し出して、単美をテーマにするべきだと結論しました。そうして名刺としての地位を確立すれば、いずれ正しく味を評価してくれる者たちにも届くはず。あのお酒の開発と製造は私が主導だ。つまり私の作品なんだよ。売り方については私にも口出しする権利があるさ。おい妖精類、思い上がるなよ。あんたが作ったのは作品じゃない。あくまでも商品だ。並ぶのは博物館じゃなく販売店の棚。乗るのは寺子屋の教本じゃなくて天狗新聞の広告。そんなこともわきまえない職工風情が、ビジネスの養分に口を出すんじゃないよ。うぐ。姉さん助けて。その酒をよこせ。姉さん。おっとごめんよ。酒の話となるともうまずは飲んでみなきゃどうにもね。無論、鬼の皆さんには正式流通前に大量に送らせていただきますよ。この山で酒を作っておいて、鬼の方々に上納しないなんて後が怖い。おおお、わかってるじゃないか。みんなが求めるものを正確に見極める山わろの顔式に、注文されたものを必要以上に仕上げてくるカッパの技術。お前たちが手を組んで作った酒なんて、どれほどのものか楽しみで仕方ないねー。必ず、あなたの期待をも超える一品ですよ。私の尻子玉をかけてもいい。あれは本当に良い酒だ。このバカカッパは私の注文通り。いや、私の度肝すら抜くくらい最高の品を作ってくれた。あとは私が必ず、最高のプロモーションをしてみせる。今度は私が、こいつの度肝を抜くくらいヒットさせてみせる。だからさ、後のことは私に任せてちょうだいよ。おべっか使ったって担がれないぞ。私は意地でも漫才楽の広告起用を要求する。こんのバカカッパがよ。あんたが漫才楽の人気再燃に必死なのは知っている。でも時と場合ってのがあるでしょ？姉さんからも言ってやってくださいよ。よその畑に足を入れるんじゃないって。で、その酒はどこにあるんだい？了解、今持ってくるんであんたもう帰れ。あの山わろめえ、私を厄介な酔っ払い扱いしやがって。まあいいや、うんうん、こりゃあほんと期待を超えるいい酒だ。しかし、うますぎるってのも考えものさねえ。たくさんもらったから何本か土産にしようと思ってたのに、ついつい飲み進めてこいつが最後の一本だ。酒がうまくて困るなんて、これ以上に幸せな悩みもないねえ。よう、神出鬼没ののんべいさん、いつもご機嫌だが今日はいつにも増してだな。おお、元気なのはいいことだぞ。あん。見慣れない取り合わせだねー。いっつもネズミみたいにそこかしこうちょろちょろしてる白黒魔法使いに。そっちの死体は確か、墓の下から出てきた偉そうな耳のやつの一味だっけ？ま、いろいろあってしばらく一緒に行動することになってな。で、なんでそんな上機嫌なんだよ？何か言い悪だくみでも思いついたか？ははは、私はいたずらよか酒だよ酒。妖怪の山に顔出したら、カッパと山わろが酒を作っててね。これがまたうまいのなんのって、小屋万病に効く薬だって言われたらすっかり信じちまうよ。へえ、随分と褒めるじゃんか。鬼の下はいい酒をよく知ってる。その酒、よっぽどのビスト見たぜ。いい酒か。ご主人へのお土産、それでいいんじゃないか？手土産の酒を探してるのかい？お前みたいな悪道が礼儀を通そうなんて、珍しい。礼儀がどうこうって話じゃないさ。こいつのご主人様とちょいと仲良くなりたくてね。いいねえ、酒で親睦を深めるってのは粋だ。そういうことならこの酒はほんとおすすめだよ。私がお墨付きをくれてやる。ぜひ、そのご主人とやらにも持ってってやりな。もしカッパどもが流通前だなんだと売るのを渋ったら、私の名前を出すといい。
って、お前ならそういう時は盗むか？さすがにリボンつけて送るもんを盗みで調達しないっての。ありがたくお前の名前を使わせてもらうぜ。ちょっと失礼。盗み聞きをするつもりはなかったのだけど、聞こえてしまったわ。鬼が手放しに褒めちぎり、太鼓判を押すほどの美酒、ぜひお嬢様にもお楽しみいただきたいわね。ぶしつけなのを承知でお願いしたいのだけど、私もご一緒していいかしら？お酒、か、姫様たち、いつも物騒な喧嘩をしているけど、いいお酒があると比較的おとなしくなるのよね。へえ、酒にうるさい鬼が褒めてるた。興味が湧くねえ。あらあ、いいお酒の話？うっふ、ちょうど新しい食前酒を探していたのよねー。おん？なんだか賑やかになってきたね。気になるんならカッパと山ワロんところに行ってきな。そんで宴会をやるんならちゃんと私を呼べよ。漫才楽を使ってくれなきゃやーだー。あーもう、やめて読み苦しい。あんたはいつもそう。技術は完璧、発想は天下無類、いつだって最高以上のものを生み出してみせる。でも、市場の調査もろくにせず、その場のノリとフィーリングで商売をしやがる。あんたに直接依頼する奴はあんたの凄さを知れるが、一般消費者にはあんたの発明品が適切に行き渡らない。そんな調子だから、知る者は知る天才止まり、本当はもっともっと評価されていいはずだのに、あんたは本当に良いものを作れるんだ。あとはそれを正しく広められさえすれば。お前は口論になるといつも私を褒めるよな。私のこと、褒めればすぐ調子に乗るバカだと思ってるんだろ。お前がどれだけおべっか並べたって、私は騙されない。私は譲らない。断固として抵抗するぞ。ああ、そう。どうやら、口で言っても私の思いは全く伝わらないみたいね。いいわ、やってやる。とことんまでやって、わからせてやる。踏んだ、おべっかが通じないとわかった途端に脅しにかかるなんてチンピラだね。私はそんな安い脅しに屈しないぞ。いいえ、あんたは屈する。だってこれから私は全身全霊をもって、あんたのお尻をはちゃめちゃにするのだから。何言ってんのお前。いや、さすがにそこまですることなくない。生意気なメスガキカッパをわからせるには古今東西、尻子玉ぶっこ抜きだってお決まりでしょうが。冗談だよね。ゲームキルカンコール。やばいマジだ。なんなら両手で私の尻をやる気だ。この重ね合わせた両拳で尻をうがたれる地獄の苦痛、その後に訪れるのは天国の快楽。これがヘル&ヘブン、アナルデストラクション。やっかましいわ。やめろよ。私は侵入に尻をまさぐらせる趣味はないぞ。私にはある。知りたくなかった。侵入にケツ穴狙われてる事実なんて知りたくなかった。そうね、この思いを知られてしまった以上、もう侵入には戻れない。一生幸せにしてみせる。寝取られる。お取り込み中に申し訳ない。お二方、ちょっとよろしいか？何よ、私は今性的に興奮しているのだけど。落ち着いてもろて。まったく、一体何の用なの、下っ端紹介天狗さん。今、山のふもとに人やら妖怪やら亡霊やら、果ては仙人やヤクザまで押し寄せてきていて、話を聞けば、どうにもあなた方が作っているという、新作のお酒を売ってほしいと。はぁ？プレスリリースもまだなのに、どうして客が集まるのよ？タイミング的にきっと姉さんの紹介だよ。だとしたらほら、お待たせした姉さんの顔に泥を塗ることになるぞ。ああ姉さんナイスタイミング。このままいろいろとうやむやにしよう。そうしよう。客を裁き終わったらプレイ再開な。絶対に逃がさんぞ。うわあ。どうも、解説担当の山わろよ。ゆっくり茶番劇で学ぶ世界のことわざ。茶番劇部分は楽しんでもらえたかしら？今回のピックアップことわざはこちら。イルボンビノンノーナ、ビゾニオビフラスカ。イタリア語で、良いワインに豊かな枝は必要ない。豊かな枝というのは、看板のこと。昔イタリアの居酒屋は、看板代わりに店の前に枝葉が立派な木を植えていたらしいわ。つまりこのことわざが示すところは、美酒に看板はいらない。いいものはわざわざ宣伝せずとも世に知れ渡り、人を集めることができる、という話ね。古今東西、口コミやインフルエンサーの拡散力は企業広告に匹敵、凌駕するものだったのかしら。でも、宣伝しなくても十分に売れるものを、さらに宣伝したらどうなると思う？いいものは宣伝しなくても人を集める。ならば宣伝すればさらに集めることができる。私はいいものを作ったのだから宣伝なんてしなくていい。そんなおごり高ぶった考えは捨てなさい。目指すは常に上振れの最高値。やるなら貪欲に、徹底的に。どこまで逃げたって、絶対に見つけて捕まえて、貪欲かつ徹底的に分からせてやるわ。目指すは絶頂の最高値。ふふふ。さて、おっかいものを、今回はどんなお菓子がいいかしら？ふっふふ。おや、師匠、随分と機嫌が良さそうにしているね。人里にお出かけかい？あら、この楽園で最も耳が弱い大使さん。お？喧嘩するか？昨晩不意打ちで ASMR 咀嚼音を聞かせたら、遠距離しながら膝から崩れ落ちて動けなくなっていたのに、もう大丈夫なんですか？その件についてはいつか叱るべき報いを受けてもらうからな、絶対にだ。ぼやー。
まったく、以前からあなたは邪仙と呼ばれて当然の悪用三昧だったが、近頃はもはや、邪仙というよりいたずら小僧の所用だ。せめていたずら娘と言ってくれません。最近仲良くしている白黒魔法使い殿の影響かな？仲良くなんてしていませんよ。しっかりギブアンドテイクの関係ですので、私はあの子にお茶やお菓子を提供し、あの子は私に魔法を教える。ただそれだけ。そういう割に、彼女に提供する甘味を選ぶのが楽しくて仕方なさそうに見えるがね。今も、その甘味選びのために上機嫌で人里へ出向こうとしていたのだろう。ふふ、さすがの師匠も不意打ちで図星を突かれれば、口の端くらいは歪むか。まあ、気持ちはわかるよ。彼女は話していて小気味がいいし、甘味を与えれば、こちらまで楽しくなるほど、ぴょんぴょこと可愛らしく喜んでくれる。その姿を想像すれば、彼女へ送る甘味選びに熱が入るのも当然のこと。しかし鼻歌まで歌ってしまってまあ、師匠も師匠で、お可愛いことだ。は？全然歌ってねえし。動揺しすぎて思春期の子供みたいになってるよ。というか、この私が聞き間違えると私の耳里さはよくご存知だろう。だから昨晩のいたずらはマジで許さねえ。唐突に恨み節が出てくるとは、相当聞いたみたいですね ASMR。しかし昨晩の件に関しては私としても文句がありますよ。本気で言ってるなら口眼無知にも程があるよ。私は大使さんの色っぽい喘ぎ声を期待してあの ASMR を用意したのに。なんですか、あの敵将を目の前にした薩摩隼人みたいな絶叫は。こっちは両サイドから同時に脊髄をゴリッと削られた気分だったんだよ。あんたカウフーンとかサービスしてられるか。次は耳を炭酸水洗浄する ASMR を用意するので、ちゃんといいリアクションしてくださいね。もうそれ宣戦布告だからな。まったく、師匠の悪用の度合いがつつましくなったのは喜ぶべき変化だが、軽くなった分、頻度は上がっている感が否めない。私も人里の甘味にした鼓をポンポコして、気晴らしをさせてもらおう。何か道端に落ちているね。これは、しゃもじ？自然に入るわけもなし、誰かの落とし物かな？あれ、おかしいな、どこに落としたんだろう、私のしゃもじ。姉さんってばドジっ子なんだから。ふむ、あちらに落とし主がいるようだね。私の最強で完璧な計画が、始まる前に頓挫しようとしている。うぬぬー、姉さんのところを出てから、いや、あの異変の後から何もかもうまくいかないわ。あ、姉さん姉さん、誰かこっちに来るよ。おや、これは珍しい。見たところ琵琶のつくも神と琴のつくも神。つくも神に血縁も何もないだろうが、仲良し姉妹といった感じかな。わはぁ、姉さん、なんかマントが似合うかっこいい人が来たよ。誰よあんた、私たちは今忙しいのよ。忙しいのは、うせもの探しで、私のしゃもじ。見つけてくれたんだ、ありがとうございます、マントの人。どういたしまして、ふむ？このつくも神たち、音が少し妙だ。歪みが多い、やたら不安定、うまくこの世に根を下ろせていない感じがする。こんな音は初めて聞くが、この子たちは一体？姉さん姉さん、お礼しようよお礼。ちょうどいいからお客さん第一号になってもらおう。あら、それは名案ね。君たちは何か商売をして、いや、私を第一号にということは、これから商売を始めるつもりなのかい？まだ店を構える場所も決めていないけど、正直、店舗がなくたって切り株としゃもじがあればできる商売よ。切り株としゃもじ？その名は、つくも姉妹のしゃもじ耳かき店。それは、しゃもじで、耳かきをするというサービスを提供する、と。お、目から鱗ってやつかな？晴天の霹靂と言ってもよくてよ。わーが最強アイデアに驚きを隠せないようね。ちなみに、その場、かなり独特な発想はどこから？近頃、人里では ASMR？ とかいうので耳かきの音をたしなむのが密かな流行なんだって。出たな、今は式 ASMR、独自の情報網でそれを知った私は考えたのよ。小さな耳かき棒一つでそんなに気持ちよくなれるなら、シャー文字で耳かきしてやれば絶頂もんでしょ。じゅーこいつはでけー、私の姉さんは発想が団地だでー。非常に言いにくいが、君たち、その商売は絶対にうまくいかないぞ。どうしてそんなひどいことを言うのさ？これ本当に言わなきゃ伝わらないかな。まずもって、しゃもじほど大きなものが耳に入るはずがないだろう。しゃもじはねじ込むものでしょ。君はもしかして飯釜と耳の区別ができないのか？まあ、百歩で足りるかわからないが、百歩譲って、しゃもじは万物万象に対してねじ込むものだ、と仮定してもだ。ねじ込まれた耳は大変なことになる。わざわざお金を払って、痛めつけられることを望む客は極めて少数だぞ。姉さんは人間にぶったたかれたり踏みつけられたりするといい声で鳴るよ。その人は多分だが激レアさんだから参考にしちゃダメだ。姉さん姉さん、どうもこの人、マジで言ってるっぽいよ。冷やかしとか嫌がらせじゃなくて、本気で私たちを心配してくれてる声の音だ。つまり、私の最強アイデアは的外れだった？私は愚かで間抜けでグズの役立たず？いや、ちょっと待て、そこまで卑下するような話では。姉さんですらそうなら、私は一体、
もしかして、割れたタンツボイカの実用性しかないゴミ？な、待て待て待て、さっきまでの明るさはどうした？う、この子たちの音の歪みがひどく。ああ、こりゃちょいとダメそうね。聞こえるかしら、耳ざとい仙人様。どこの誰か存じないが、そちらは私を知っているようだね。そっちは声を出さないでね。その子たちに私の存在を蹴取られたくないから。私は元、和太鼓のつくも神で、今はドラムをより白にしているわ。面倒だったら、打楽器のつくも神、とでも認識してちょうだい。そこの姉妹には姉さんって呼ばれている。ああ、姉さんは叩かれたり踏まれたりするといい声で鳴るってそういう、紛らわしい。そこまで情報通ってわけじゃないけど、あなたのことは噂程度に聞いているわ。何でも耳が敏感すぎて、この世で最も耳が弱い女と呼ばれているとか。情報源はあの邪線か。あなたの耳が噂通りなら、その子たちの異質さにも気づいているでしょう。その子たちのより代になった楽器はね、もともとつくも神が生まれるほど魔力を持っていなかった。でもある異変の影響を受け、その子たちは不自然な形でつくも神になってしまったのよ。そういえば、いつぞや指名手配されていた天の弱が起こした異変で、そんなことも起きていたと聞いたね。なるほど、この子たちの音がいびつなのはそういう事情か。情緒や規制の不安定さもそれが原因だね。九段の異変が片付いて、その子たちも一緒に消えるはずだった。でもそれじゃ不憫でしょ。だから私がちょいと呪法を教えてね。この世にしがみつく手伝いをしてやったのさ。デイもそこからが困ったもんで、ちゃんと安定するまで面倒見てやるって言ってるのに、いつまでも姉さんの世話になってられない。ってさっさと出て行っちゃって。随分とがの強い子たちを妹分にしてしまったようだね。自力で立とうとする子供を抱き起こすなんて、やぼすけにも程がある。だからしばらく見守るだけに徹していたんだけど、そろそろ限界だろうか。そう思っていたところに来てくれたのがあなた。仙人様ってのは同志、道を示して導く師なんでしょ。その子たちをうまいこと、いい方向に進ませてやる方法ってのはないかしら。確かに、くじけそうになるたびに保護者が干渉していては、どんな建前をつけてもその子の自立を阻害しかねない。最悪、自立しようという意志を緩やかに倒ってしまう危惧すらある。こういった手助けは、善意の第三者がさりげなく、というのが理想的だけど。何のために生まれてきたの？何をして喜べばいいの？辛い、この世には喜びがない。失礼、私が間違っていたかもしれない。え？自身が体験もせず、話を聞いただけで否定するなど、我ながら実に愚かしい真似をしてしまった。誠に申し訳ない、もし君たちが許すなら、私に、そのしゃもじ耳かきを体験させてくれないだろうか？正気？言ってくれるな、背に腹なんだ。この子たちは今、精神面がグズグズだ。下手に悟せばそれを否定と捉え、さらに塞ぎ込む危険性がある。ひとまずはしゃもじ耳かきという狂気を肯定。私のことを味方側、同志だと認識するところまで取り入る。そこからしゃもじ耳かきは間違っているという否定ではなく、このしゃもじには改善の余地が大いにある、と主張して軌道修正を図る。誰ぞを口車に乗せるのは失政の基礎。我が前例をもって、しゃもじから普通の耳かき棒まで誘導してみせるさ。懸念すべきは、姉さん、求められてる。私たち求められてるよ。うおお、興奮でしゃもじを持つ手の震えが止まらないわ。耳かきが終わった時、果たして私は口が聞ける状態だろうか。うまいな、この団子。こういうのをほっぺが落ちる一品って言うんだぜ。そんなに美味しいのか。私も食べたいんだぞ。膝枕も借りるぞ。キョンシーのくせにほんと自由だな。ほれ、団子食うならちゃんと座れって、喉に詰まらせて、もう平気だなお前の場合。ゾンビは素敵で無敵なのだ。だから食べさせてくれ。いやなんでだよ、自分で食えよ。早く食べたいんだぞ。ったく、仕方ないな。私の指までかじるなよ。ありがとうだぞ。うふふふふ。て、あら？大使さん、お帰りなさい。一緒に出たのに随分とお帰りが遅かったですね。私は、やり遂げた。あら、なんだか知りませんがお疲れ様です。おい、今受け身も取らずにぶっ倒れなかったか？気絶していますね。何をしてきたのやら、相当ご無理をなさったようで。少々お待ちを、今筆と墨を用意します。いやまずは医者だろ。寝顔に落書きするのはそれからだぜ。この子のこういうところほんといいわ。いやあ、久しぶりに解説担当のカッパだよ。茶番劇で学ぶ世界のことわざ。茶番劇部分は楽しんでもらえたかな？ちなみに私はここ2週間ほどの記憶がごっそり消えてるんだけど、なんだか思い出したらろくなことにならない気がするので、気にせず解説の方に進もうか。今回のピックアップことわざはこちら。杓子は耳かきにならず。杓子とはしゃもじやお玉、ご飯や汁をすくって別の容器に移す道具のこと。杓子は形こそ耳かき棒に似てるけど、大きくて耳に入らない。大きいからといって小さいものの代わりになるとは限らないって意味さ。大は小を兼ねるということわざがあるけど、それに対して必ずしもそうじゃないぞという反論。アンチテーゼめいたことわざだね。ことわざはどれも英知の結晶。とても優れたツールではあるけれど、常にそのことわざが的を入れるとは限らない。どれだけ包括的で大きな意味を持つ言葉を使ったことわざでも、カバーできない部分は必ずある。時と場合を踏まえて、それに適したことわざをスマートに使っていこうね。
うわぁ、今日も空がご主人と同じ色だぞ。すっごい青いんだぞ。あにゃん、おっおー、一風だぞ。かわいいんだぞ。あにゃん、あにゃんあにゃん、あーアンブッシュ。うわぁ。よもやよもやか、油断してくれたな表の私め。スケベ同人の導入並のテンポで、それも犬畜生ごときに札を剥がされるとは。犬畜生とは営められた者なりけり。我が名は犬キング、またの名をドッグ王、誇り高き犬の王である。はぁ、あ。そうかそうか、それは大層なものじゃな、おみそれした。畜生呼ばわりしたことは撤回し、無礼を浴びよう。そして聞いてくれ、誇り高き犬の王。お前さんがかすめ取ったその札、わしにとっては重要な代物じゃが、他のものには何の価値もない紙切れじゃ、興味本位で取ったのならもう満足じゃろ。どうかその札、わしに返してくれんか。答えは、いや、である。何故、我は遊びたい盛りである。返して欲しくば我を追いかけてこい。あらなん。ああ、面倒なことになったんだぞ。あの札がないとわしは突っ込むことができん。わしは舞台に上がるより、客席でまどろんでいる方が好みなのじゃが。まあ、ここでぐちぐち言っても仕方ないか。なるように慣れで生きるのがキョンシーの道。いや、死んでいるんじゃけども。柄ではないが、一犬の戯れに付き合ってやるかのう。さて、あの一犬が走り去った方へ、まっすぐ歩いてきたが、完全に見失ってしまったんだぞ。やれやれ、鬼ごとで遊びたいなら鬼の心が折れん程度に適度な距離を保て、素人め。あら、どこかで見たような、見ていないような顔だわ。聖者とも死者ともつかない気配、不思議な子がいたものねえ。む、この気配は亡霊か？それもかなり力のある亡霊じゃな。さも当然のように人里をかっ歩しているが。うっふ、大丈夫大丈夫。私は怖い亡霊ではないのよ。ところで、何かを探すみたいにキョロキョロしていたけど、お困りごとかしら？そうだな、せっかく訪ねてくれたのだから一つ聞かせてもらおう。お札を加えた一犬を見なかったか？わしにとっては重要な札なのじゃが、いたずら感覚でかすめ取られてしまってな。あら、その子ならさっき見たわね。お札を加えたワンちゃんなんてそういないはずだし、間違いないと思うわ。お、本当か？こっちの方よ。さあ、一緒に行きましょう。うむ？いや、方向さえ教えていただければわしだけで追いかけるが。いいからいいから、道すがら、お話し相手になってちょうだいな。それでねえ、私の死んだふりに引っかかったヨウムちゃんったら、なんて言ったと思う？妙ーん、ですって、安堵と喜び混じりの泣き怒りって感じで可愛かったわ。推しの情緒がめちゃくちゃになっている瞬間が、一番性を実感するのよねえ。お前さん死んどるじゃろがい。反応のいい子娘をからかう楽しさは理解する。しかしほどほどにしてやらんと家出されても知らんぞ。いやまあ、亡霊の死んだふりなんて馬鹿げたいたずらに引っかかる方もどうかとは思うが。で、随分と遠くまで来たな。あの一犬、どこまで逃げたのやら。道すがら聞いた目撃証言からして、この山に来ているのは間違いないと思うけど。あら？あーん。こりゃ珍しい。こんなところで冥界の管理者に出会うとはな。珍しい、はこちらのセリフなんだけど。何やら妙な気配のモコモコが出てきたな。口ぶりからしてお前さんの知り合いなのか？まあ、いろいろとね。それで、なんであなたがこんなところに？そう警戒してくれるなよ。そもそも私は鳩派なんだ。しかも今回に限って言えばいわゆる正義の手先さ。何せ地霊殿の主から直々に頼まれた仕事をしているのだからな。地霊殿の主、小明治悟りがあなたに、あの子があなたに仕事を任せるのもだけど、あなたがそれを素直に引き受けるのも疑問ねえ。説明する義理はない。が、お前のような切れ者に痛くもない腹を探られる方が面倒か。小明治悟りとは、旧知の池地獄の一件で少々縁ができてな。まあお互い適度に利用し合う関係だ。十分な見返りがあるなら私は手を組む相手を選ばんよ。向こうも私の心を読んで、手を組んだ方が便利だとでも判断したんだろ。知らんけど。で、今回頼まれた仕事は、旧地獄から脱獄したある怨霊の回収または処分。話を聞く限りなかなか癖者めいた怨霊だが、私とは抜群に相性がいい。提示された報酬も良かったから引き受けることにした、というわけだ。まっちょ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 、その安請け合い、今に公開させてやろう。お？なんだ、また何か出てきたぞ。我が輩は偉大なるマリトッツォ、まあアーベラスマカロン、SNS にアップする用の写真を撮った後、一口も食べられずに捨てられた映えスイーツたちの演奏、その集合体が我が輩なのだ。察するに、お前さんが回収か処分を任された怨霊というのがあれか？ああ、まさしくだ。うまそうな見た目だがなかなかの極悪犯でな。特に能力が素晴らしい。あらあら、そうなのねえ。一体どんな能力をお持ちなのかしら？我が輩の能力は我が輩の心が折れるまで無限に生クリームを噴出する程度の能力。たとえ一騎当選の英雄であろうと、無限に溢れる生クリームの前にはただ溺れるのみ。
つまりどういうことかわかるか？我が輩は無敵のマリトッツォなのだ。さあ、甘栗に3個でお腹いっぱいとか言い出しそうな華奢な小娘ども。我が輩の生クリームに溺れて散るがいい。じゃあ、RA、表情違くない？少なくとも我が輩が想像してたのと違う。てかギリギリ近寄ってくるな。コッパ、こいつらなんなのコッパー。ちょ、マジで一回止まれ。止まろ。止まってくれメンス。この世のすべての食材たちに、尽きることのない感謝を込めて、丸ごと全部、いただきます。あら、もう一度目なの？まだ腹一分にも満たないのだけど、でもすごく美味しかったわ。ごちそうさまでした。この程度で無限とは古代広告が過ぎるんだぞ。身の程をわきまえた方がいい。だが味はとても良かった。ごちそうさまでした。根性なしめ、生クリーム食べ放題と聞いたからこの仕事を引き受けたというのに。しかし最高にうまかった。ごちそうさまでした。痛恨、なり、だが、痛快、なり。成仏してしまったか。処分したことにして手元に置いてやろうと思ったのだが。いや、どうせ悟り妖怪はごまかせないか。お仕事とやらは終わりだな。流れとはいえ相席させてくれてありがとうだぞ。無限と聞いていたからな。言葉通りでなくとも近いものを期待したのだが。まあ、過ぎたことはぐちぐち言わんさ。で、あれの乱入で聞きそびれていたが、お前はなんだ？妙に中途半端な気配だし、冥界の管理者と行動を共にしているし。しがない死体ぜ。それ以上の肩書きは持ち合わせておらんよ。相席ついでに質問なのじゃが、ここらでお札を加えた一通を見なかったか？うん。ああ、それならさっき見たぞ。賑やかに追いかけっこをしていたな。追いかけっこ？お、ヨシカじゃん、いいところであったな。ちょうどお前を探してたんだぜ。マリサ、なぜお前さんがこんなところに、それにわしを探していたとは？って、お前さんが持っているのはわしのお札ではないか。ああ、やんちゃそうな一通が加えてたからな。すぐにいろいろと察したぜ。お前、この間こいつを剥がした時、表に出てくるのは趣味じゃねえって愚痴ってたろ？だから困ってるんじゃないかなって、親切なマリサさんが取り返しといてやったぜ。お前さん、よく見れば服が汚れておる。泥や葉っぱまみれではないか。もしや一通を追いかけている時に。おう、あの一通思ったより逃げ上手でな。一手こずったんだぜ。だが結果はマリサさんの勝ちなんだなこれが。さあ、私に感謝し勝利を称えるんだぜ。はははは、は本当にお前さんは頼りがいと愛嬌のある小娘じゃよ。そういうところだぞ。たらし上手め。あらあ、一件落着かしら。妙な気配だし、邪線の匂いもしたから警戒して見張っていたけど、杞憂だったわね。うっふ、こういう肩透かしは気分がいいわ。おお、仲良くつるんでるふりしてあいつのことを監視していたわけかい。虫も食べんような柔和な面して、いやらしいったらないな。怖い怖い。だがさっきの食いっぷりは良かったな。気に入ったぞお前。どうだ、これからちょいと飯でも食いに行かないか？中途半端に甘いもんを食ったから、しょっぱいもんが食いたくて仕方ない。あらあら、うっふ、それは素敵なご提案ねー。それじゃ、今度はあなたの監視ということで、ご一緒させてもらおうかしら。あっちの二人は、ふふ、お邪魔になりそうだから、また今度誘いましょう。やあ、解説担当のカッパだよ。ゆっくり茶番劇で学ぶ世界のことわざ。茶番劇部分は楽しんでもらえたかな？今回のキックアップことわざはこちら。縁に釣れば遠のものを食う。大きな海を越えた先にある大陸の食べ物なんて、そうそう食べる機会はないだろう。そう思っていたけど、思いもよらぬ縁からそれを食べる機会に恵まれることがある。転じて、思いがけない因縁から今まで無関係だったはずの何かと繋がること。例えば、原作ではニアミスすらしていないのに、二次創作では定番カップリング。って結構見るよね。二次創作の醍醐味でもある。あなたは最近、そんなカップリングもあるのか。って驚いた組み合わせはあるかな？ふふ、よかったらコメントで教えてねってやつさ。ちなみに私は、ヌオダスが衝撃的だったな。ご視聴、ありがとうございました。